サワライスゲームのウェイです、ガンダムブレイカーモバイルやっていこうと思います、今回はですね量産の暁ということで、やっていこうと思います。超級がね今回追加されたみたいですね、やったことないです。やってみましょうか。で、こちらで操作するのは誰にしようかな。ムーンライザー、この人に決めました。この人っておかしいか。はい、で単独でやるのはこうちょっと怖いので、ジンムーアさんの、パーティーにお邪魔します。エイキさん、ローフォームさん、よろしくお願いいたします。カミユがねビシッとねグーポーズしてます。はい、ちょっと改造しました。ジェノサイドライザーからねムーンライザーという名前に変えました。色をね紫からブルーに変えただけです、ポイントの部分ね。わざわざ落とされに来たか。ドズルさんが喋ってる。このガロの邪魔を手になってやるぜ。ビーム効かないからな。ほらほらほら、バックサルバードスロー、バック、やばい、シールドだ。ほら、ああ効いてない、シールドの意味ない。おのれビグザム、おらラストシューティング、サイコプレート、やっぱねこれ最高の武器です。一刀両断、いいですね。さあ行くぞ、おらそら、みんな一刀両断持ってるね、やっぱ好きだよね、かっこいい。ハルバードスロー、ほらかな、ほら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 、やっぱでっかい敵倒すって楽しいっすよね。ほらよっと、あ、起き上がった、おお来た、おい、もう一発来るか、お、ハイパーミノフスキートランザー、やばいよこれ、ミサイルがね避け方が分かんないんだよな。あ、壊せばいいのか。ハルバードスロー外した、ほら、キレ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 、痛い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 、なんだよ、ほら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 、生まれた、結構効くね、いや強いな、結構強いな、いてほら、よしいいぞ、おお月光町、あーやっぱみんなでやるとね簡単に倒せますね。ガロード様をなめんなよ、あんま活躍できなかったな、残念です、すいません皆さん、他力本願でございました。はい、こんな感じでですね、マルチプレイも楽しめるガンダムブレイカーモバイルになっております。素晴らしいですね。やっぱりねスマホアプリはね気軽に、みんなで楽しめる、それがね大切だと思いますので、こういったね、マルチミッションもっと増やしていただければなと思います。サイコガンダムとかね、うん、クイーンマンサーとか、あとアルバージーズとかもういっぱいいますからね、巨大モビルアーマーかな、モビルアーマー、モビルスーツいっぱいいますので、あとデストロイガンダムとかね、もうあの辺もね出してほしいですね。そんな希望を唱えつつ今回は、おまけ動画終了したいと思います。以上イノベーティービショー、今回はガンダムブレイカーモバイル量産の暁やってみた動画でした。ご視聴最後までありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。グッバイ。